はいどうもこんにちは、もチャンネルです。さあ今回はね、はいこちら見ていきましょう。はい、アピタピア語の民がですね、はい発売を忘れておりまして、先週の土曜日にねこう届いて、なんだこれだと思って、ああそうやインドの日やと思いまして、はい届いたので、今回でちょっとね早速ちょっと見ていきたいと思いますが、まあおなじみの世界国旗トミカですね。ではでは行きましょう。でね、もう話ねちょっとねそれじゃあかもしれませんが、まあね今週も皆様頑張っていきましょうね。なんかあれですよね、もうコロナとかなんか本当不思議なぐらい感染者の方が落ち着いてきて、ちょっとまあびっくりしてる今日この頃なんですけど、ちなみに大阪は本日も雨でございます。で今回は僕1台か、今回1台しか買ってないですね。なんでだろう、間違えたかなインド好きだから最低2台ぐらい買ったかと思ったんだけど、あでもあれか、僕ちょっとなるべく無駄っていうか、ちょっと多めに買うのやめようって多分思ってた時に買ったかもしれない、これね、予約したかもしれないね。えまあ難しいですよね、トミカのね台数って。正直ね、1台でいいやっていう人もいれば、保管保存用でね、まあ複数いるっていう人、うわ箱マジで、もうちょっとこうショックでかいわ、こういうのあるからねこれ変えてくれへんかな、無理かな、まあいや、まあ多分言ったら変えてくれそうな気もするんですけどね、箱も商品ですからね、言ってもね、まあ根本で丁寧してくれてるから悪気はないと思うんですけど、まあまあ皆さんはね、ぜひぜひなんか気になったことあれば言ってください。さあでは改めていきましょう。今回はアピタピア語オリジナルですね、もうおなじみです、世界国旗トミカシリーズのフェアレディ Z、 今回はインド国旗タイプ、こちらねちょっと見ていきたいと思います。車両の写真載ってますね。もうねこのボンネットのデザインがね、とてもねもう僕にインパクトあるなと思って、ね2台ぐらい買おうかなと思ったんですけどね、1台だったわまあよかったらまたメルカリとかで買おうかなと思いますね。で箱のデザインはおなじみのアピタピア語系のねデザインとなっております。さあそれではね開けましょうか。よし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 よ、さあではではどんな仕上がりになっているんでしょうか。さあ見ていきましょう。お、なかなかもメリハリがあるデザインですね。この3色といえばこうフランスとかそういったところを思い出すんですけど、おめちゃめちゃインドボンネットにインドですね。さあさあそれではね見ていきたいと思います。まずねちょっと全体的にね、はいくるりとねこんな感じのね車体です。まあなかなかほんと今回もインパクトのあるね車両に仕上がってるのかなと思いますね。でベースの車両はおなじみのフェアレディ Z ですね。フロントの部分はこんな感じです。特にレンズとかね別のこう塗り分けとかないですね、別パーツでもないです。でバンパーはシャーシと一体で黒色の塗装になってますね。でなんといってももうボディのデザインですね、はいこちら3色オレンジ白緑色のこのインドの国旗のねデザインがされてます。でこのマークですね、インドの国旗のね中央部にもしっかりとね、まあ、同じねマークがあるんですけども、ルーフにねこのように描かれてますね。もう本当にこう見たらもう完璧にインドの国旗ですねこれね。でボンネットね、これ茶色ですね、カレーをイメージしてるのかな勝手な思い込みですが、はいインドと漢字で書かれてますね。印鑑のイに、度合いのドですね。まあこれはもうなかなかインパクトあるね、あの結構こう外国人の方に受けそうなデザインですよね。漢字好きな人って多いですもんね、外国の方ってね、日本人があのね結構英語のデザインが好きなように。で側面ですが、こちら側から見るともう緑一色ですね、はいこうなっておりまして、でここの部分で前にねあのコメントで教えていただきました、これがタージマハルでしたっけね。まあ黒でねこんな感じでねこうイラストが描かれていると。でホイールはね金色ですね、これも結構なんか合ってますよね、なんかインドっぽいっちゃインドっぽいね、この金色がいいね、かっこいいですね。で後ろテールの部分ですが、はいこちらはこのような感じ、レンズはね赤の塗装仕上げで、それ以外の周りはシルバーです。で後ろから見てもこうしっかりとこう国旗がわかるようなデザインです。でリアバンパーはシャーシと一体で黒色と。で反対の側面ですが、はいこちら側はこうなっておりまして、この面から見るとオレンジ色一色ですね、いいですね。でこちらもねタージマハルのねイラストが描かれてます。なんかほんと食べ物じゃないけどこう二度おいしいみたいなね、こっちからオレンジで反対から見ると緑色で、正面から見ると面白いんだと、はいまあなかなか素敵なデザインだと思います。で上から見てみると、あこっちからの方がいいかな、はいこうなっていて、でそこの部分ははいこんな感じです。でこちらベースになっているのがナンバー6番のエスケールは60分の1ですね。年号が2009年のフェアレディ Z432 ですね。
で、この車両ですね、ギミックの方ね、サスペンション機能と、あとね、左右のドアのね、開閉機能が、はい、こんな感じでついてます。で、内装のカラーは黒の成型色となってます。いや、なかなかね、まあ、安定感のあるフェアレディゼット、今回はまたね、インパクトのある、ね、インド国旗タイプ列車。はい、ということで今回はですね、アピタピアゴオリジナルのですね、世界国旗トミカフェアレディゼットインド国旗タイプ、こちらね見ていきましたが、さあいかがだったでしょうか。はい、感想かぶっちゃいますが、まあ今回もなかなかもう本当ね、インパクトのあるねインド国旗のねデザインが施されてて、まあ言ってもこのボンネットの感じがなんか存在感がすごかったですね。で、本当ねこうね、二面性をこうね楽しめるね、もう左右のこうデザインになってるんで、これまたね、まあ人の好みにもよると思うんですけど、僕は結構ね楽しめるね車両になってるのかなと、そんな感じで思いましたね。いや面白いですね、なんだかんだでこの国旗トミカってね、いかにこのフェアレディ Z という車両にこのデザインを落とし込むかっていうのを毎回こうアピタピアコさん頑張っていらっしゃると思います。まあ年明けには多分ね、まあ来年も日本国旗から始まると思うんですけども、まあ今後ねどういった展開でねこのシリーズね続いていくのかね、まあ、楽しみにねしたいと思います。で、今回のねこのねインド国旗タイプ、今ねアピタピアゴさん の通販のサイトを見たらね、まあ今品切りになってるんですけども、まあどっかの段階で再販とかあるかもしれませんね。で、お近くに店舗がある方はね、ぜひぜひそちら見ていただいて、で通販なくてもね、メルカリでね結構安いんですよ。1台あたり、まあ数はないんですけど1100円200円ぐらい売ってるんで、まあ1台だけ買うならね、そっちの方が安かったりもする可能性もあるんでね、送料含めると、まあ気になる方はぜひねそのあたりをね探してね購入してみてください。まあ今回も本当にね素敵にね楽しめるトミカでした。また楽しみにね待ちたいと思います。まあということで今回はねこの辺りで終了たいと思います。このチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどん増しますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近では LINE の公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。で、今回はね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではね、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。